たまに出れてくるか。やばいです、心臓持ちません。絶対さ、俺のノリ鬱陶しいと思うやつもいるからさ。変だもんね。もうやめてくれ、仲間じゃん。せーの、今日好き。寒い島編でカップル成立したさんざと小春です。よろしくお願いします。今回はこちらのカードに書かれたお互いが気になっていることや聞きたいことについてお話ししていきたいと思います。せーの、おしたいデート、まあ、まずあの格闘技見に行くこと、はい、と食べ歩き、なんかある他に。古着巡りたい。あ、古着巡るのと食べ歩きかな。1日3キロ太るまで帰るわけじゃん。絶対言わんやけど。されてキュンとすることは字綺麗やな。やっぱ素直じゃないんで、たまに出れてくるとやばいです。心臓持ちません。されてキュンとすることありますか。でも出れてこないんで。そんなことないけどな。出れてこないやん全然。いや、そんなことないよ。そんなことあるよ。ないある。で、まあ、じゃあお互い出れたらいいってことよ。結構出れてない。全然。あ、すいません。全然。好きな仕草は。好きな仕草、このこれ、ポニーテールのこれ、ほどくとき、これ、そう、ほどくやつが好きな仕草。好き。あーね。好きな仕草は、汗こうやって拭くの好きかもしれん。意識してないやつね。意識してやる、これは。やだやだやだ、うん、意識してない、うん、なんか自然なその汗拭く仕草いいですね。今行けるとしたらどこ行きたい。まあ、行きやすい食べ歩きとかじゃない。それこそ行きたいし、行きやすいやん食べ歩き、うん、逆に恐竜博物館です。本当かよ。うん、本当。本当に、うん、子供の頃のエピソード。俺マジで埋めるの下手よな。字むず。何それ。3歳の時にポットのさ、あれ熱いお湯出るじゃん、うん、あれのお湯浴びちゃって。浴びた。そう、小4ぐらいまでずっと後残ってたぐらい大やけどしたことがあります。怖いわ。だってないじゃん、子供の頃のエピソードとか。じゃあある、逆になんか。いや、俺その雪山でお母さんに見ててって言って横からゴロゴロってやったら穴に頭から落ちたぐらい。一緒やん。ちょっとグロいやん、そんな。一緒やん。二人とも昔から死にそうでした。何フェチ、何フェチ。俺か、匂いと手、爪わかる。手か爪。爪って何。なんか爪が綺麗ってこと。手が綺麗なんかな、わからんけど。あと匂いかな。風呂上がりとかシャンプーの匂いする子はやばい。あー、わかる。何ですか、何フェチですか。手です。手はマジでめっちゃ見ます。ぶっちゃけ今彼氏彼女におねだりしたいもの。あ、でもなんか大きいぬいぐるみ欲しい。ずっと言ってるやん、クマの。違う、なんかクマとかじゃなくていい。あの2メートルのぬいぐるみ。そんなでかくなくていい。なんかわかる、ちょうどいい。なんかちょっと大きめのさ。どのサイズ。あのアベマくん、ギューする。いや、これもうちょっと大きいぐらい。こんなもん。うん、ちょっと大きめのぬいぐるみが欲しいですね。え、マジ服ぐらい。なんも面白くないで、服しかいらんもん、うん、アウトドア派、インドア派。絶対アウトドアやろ。え、マジで。え、違う。違う、なんかサンダ君どっちか分かんなかった。え、俺インドアに見える。え、なんかいつもゲームしてるやん。それ夜や、夜や、ね、うん、あー、そういうこと。家にいるとき電話してくるときや。うん、そう、うん、圧倒的アウトドアです。あ、同じです。外の方が好きです、めっちゃ。今年の目標、今年はデートしたい。今年の目標もうすぐ終わるやん。違う、あのさ、今までそんな彼氏とのデート経験とかないわけやん。だからしたいこといっぱいあるじゃん。だからいろんなデートしたい。いろんなデートがしたいんですね。そう、今年の目標はいろんなデートをすること。今年の目標は、ファンと交流したいかも。あ、ファンの子たちと。あ、めっちゃいい。それどっかでおっかいとかしたいよね。そうファンの子たちと。あ、めっちゃいいわそれ。交流することが目標です。いいねそれ。直接会いたい。付き合う時の譲れない条件、付き合う時の条件、やっぱ礼儀正しさじゃない。あ、礼儀大事。うん、礼儀かな。あと俺のノリを理解してくれる人かな。やっぱそうやんな。確かに大事やろ、うん、絶対さ、俺のノリ鬱陶しいと思うやつもいるからさ。変だもんね。もうやめてくれ。まともじゃん。一番まともやから。春は家族と仲良くしてくれる人。家族のこと好きだから、だからその大好きな家族となんか仲良くしてくれる人がいいな。ということで、今回は僕たちの初
おうちデートの様子をお届けしました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではバイバーイ。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録はこちらから、今日付きの最新話はこちらから、また見てね。バイバーイ。またね。